周知の埋蔵文化財放蔵地とは、地中に埋蔵された状態で発見される、文化財を放送する土地、またはその範囲のこと。法律用語だが、考古学用語の、いわゆる、遺跡に、最も近い概念である。文化庁によると、貝塚や古墳、城石、都の城などの遺跡埋蔵文化財放蔵地は、全国におよそ46万箇所存在するとされる。 埋蔵文化財放送地の発掘調査風景。無数の遺構が掘り込まれている。埋蔵文化財放送地の立ち割り断面。土器片などが放眼されている。埋蔵文化財とは、事実上、考古学の研究対象となる遺跡あるいは、考古資料と、ほぼ同義である。ただし、厳密に、埋蔵文化財といった場合、土地に埋蔵されている。 文化財としての価値が認められる意向と文化財としての価値が推定される民法第241条の埋蔵物としての異物のことを指しており面的な遺跡及び遺跡の範囲として捉えた場合は文化財保護法第93条の貝塚古墳その他埋蔵文化財を放送する土地として周知されている土地として周知の埋蔵文化財放送地が定義される。なお 埋蔵文化財法蔵地内で、過去人類が活動を始めて以降、その土地に堆積を続け、各時代の遺物を含み、かつ、後世の格乱を受けていない地層のことを、埋蔵文化財包含層という。土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる、以降、及び有形文化財としての価値が推定される、遺物の範囲、すなわち、 法的に埋蔵文化財として取り扱うことのできる範囲は、1998年9月29日付文化庁次長による都道府県教育委員会教育庁宛ての埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について、いわゆる平成10年円滑化通知によって定義された。それによると、埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則は、 おおむね中世までに属する遺跡は原則として対象とすること。近世に属する遺跡については地域において必要なものを対象とすることができること。近現代の遺跡については地域において特に重要なものを対象とすることができること。とされ、埋蔵文化財として扱う範囲の一基準の要素として遺跡の時代、種類を主たる要素とし、 遺跡の所作する地域の歴史的な特性、文献、絵図、民族資料その他の資料との補完関係、遺跡の依存状況、遺跡から得られる情報量等を副次的要素とするよう指示がなされた。埋蔵文化財法蔵地内を分布調査して土器片を採集したり、調査した結果、遺物が出土した場合、これを発見した日から1週間以内に出物法第十三条によって、 所轄の警察署に届け出ることになっている。掘り出される以前は民法上の埋蔵物であり、掘り出されたり拾われた時点で収得物となるという法的解釈がなされている。警察署では収得物として受け付けた埋蔵物が文化財と認められるときは文化財保護法101条に基づき管轄の都道府県政令指定都市及び中核市の教育委員会に 埋蔵文化財提出書を提出する。また、発見者は、埋蔵文化財保管証を管轄の都道府県、政令指定都市及び中核市の教育委員会に提出し、これを称号することによって、文化財保護法102条の監査が行われ、実物を見たことと同様にみなし、文化財認定の通知を警察署に行い、発見者にも認定通知の写しが送付され、 出土品は、この時点でようやく正式に文化財として認定されたことになる。教育委員会など、各地方自治体の文化財所管課は、文化財保護法第95条により、地域のどのような場所に埋蔵文化財放送地が存在するかについて、その周知徹底を図り、必要な措置を講じることが義務付けられている。このため、各自治体では、必要な措置として、 放送地に番号を与え、その詳細をまとめた遺跡台帳を作成し、範囲を地図上に示した遺跡地図を観光することで一般に公開している。埋蔵文化財は、途中に埋蔵されているというその性質上、具体的にその土地のもとに何があるかは発掘してみなければわからないという特徴を持ち、かつ掘り出された後に前述の手続きを経て、 初めて文化財として認定される。したがって、行政や自治体は文化財となり得るものが包含されている可能性のある土地を周知しているのであって指定しているわけではない。なお、国や自治体の手続きを通じて文化財保護法の規定する文化財の一つである記念物となった遺跡は指定されたものである。 全校の文化財地図などによって示された、周知の埋蔵文化財放蔵地の中で、土木工事等の目的で発掘をしようとするものは、文化財保護法第93条第1項に基づき、工事着工の60日前までに、文化庁長官に届け出をする義務が生じる。また、文化財保護法に基づく発掘調査、現状を変更することとなるような行為の停止または、禁止。 設計変更に伴う、費用負担、土地利用の上の制約等により、その土地の価格形成に重要な影響を与える場合がある。したがって、周知の埋蔵文化財放送地に含まれるかなど、埋蔵文化財の存在に留意した上で、発掘調査の必要の有無、調査に要する費用や期間については、自治体の教育委員会当書館の行政長に確認すべきとされる。また、 土地取引においても、宅地建物取引業法第47条の告知事項に関係する。ありがとうございます。